ドイツ陸軍は1935年から1945年までの期間に設置されていたドイツ国防軍の陸軍である。第二次世界大戦中に電撃戦やパックフロント、パンツァーガイルなど多くの新戦術を生み出し、開戦時の初戦では圧倒的優位にあったが、対戦後期には物量の差により連合軍に対して劣勢に立たされた。ベルサイユ条約は ドイツ陸軍は以下の制約を課された。また、戦車の保有も禁止されていたが、戦車に関する研究は1920年代から続けられており、1931年から海速部隊兵官オスバルトルッツ少将とハインツグデイリアン中佐が中心となって戦車部隊の運用研究に取り組んでいた。農業用トラクターの名目で1号戦車が開発され、製造業者に 戦車の開発、量産のノウハウを習得させた。上院はソビエト連邦との密約によりソ連領の奥地火山で養成されていた。1号戦車の正式発注はヒトラー政権の誕生した1933年であった。1935年、ヒトラーはベルサイユ条約を破棄し、再軍備を宣言。翌年には非武装地帯である。 フランス国境のラインラントに軍を進めた。この時に英仏は戦争も辞さないとの格好たる態度を取らなかった。ヒトラーはこの時のことを自分の一生の中で最も神経を痛めたと回想している。ドイツはこれ以降主権回復の要求をエスカレートさせる。陸軍上層部にはプロイセン陸軍以来の貴族階級が多く軍の地位が脅かされない限り政治には 中立的であった。しかし、チェコスロバキア領内のドイツ人の多く居住する、ズデーテンラントのドイツ貴族をめぐったヒトラーが、戦争も辞せずと、イギリス・フランスと対立した1938年に、戦争準備が十分でないとする、陸軍参謀総長、ルートビヒベック大将を中心とする政府、転覆計画が練られたが、英英物の譲歩により計画実施には至らなかった。 ポーランドへの侵攻を行った1939年9月時点でも英英物の情報が予想されていた。これがイギリス・フランスとの長期にわたる戦争につながるとは誰も予想していなかった。初戦であるポーランド侵攻では殲滅戦理論に基づいた全面攻勢によって東欧の大国ポーランドをわずか27日で降伏にたらしめた。また、 当時世界最強と謳われていた騎兵旅団、ポモルスカを全滅させ、第二次世界大戦に次いで戦車の力を世界に知らしめた。その後のフランス戦では、独仏国境の防衛戦、マジの戦をベルギー、ルクセンブルクを通ることにより迂回して、フランスに侵攻した。ドイツ軍はその地形から、気候手段の通行は不可能とみなされていたアルデンヌの森を戦車を中心とする。 気候手段で怒涛の勢いで進軍するドイツ軍を前に、連合軍は混乱に陥り、英仏軍は短期間で壊滅させられた。第一次世界大戦時に4年の歳月を費やしても、勝つことのできなかったフランスを、戦闘開始からわずか1ヶ月半で降伏させた。フランス降伏後、ドイツはイギリス本土上陸を計画したが、空軍による、 イギリス本土攻撃が失敗したため果たせなかった。まだその奇数も明らかでなかった8月のうちに、スペインに領内通貨を求めて、英領ジブラルタルを攻略する計画も起草されたが、スペインの同意を得られず同年末までに立ち消えとなった。しかしそれらすべてと並行して、ヒトラーは同年7月末からソ連進行計画の検討も命じていた。しかし、 イタリア軍のギリシャでの敗退により、1941年春、ドイツ軍はバルカン半島制圧に向かった。バルカン半島での戦闘はわずか3週間で決着がついたが、バルカン進行はヒトラーにとって戦略上の第五算であり、その後の対ソ連戦略に大きな影を落とした。1940年8月から10月までに編成された不評師団軍は、 あらゆる任務に適するドイツ不評師団としては、事実上最後のものとなった。1941年以降に編成された不評師団は、フランス沿岸などの防衛用に戦力を削られたもので、それ以前に編成された師団を一つでも多く、前線に送り出す、交代用の師団か壊滅した師団の兵員を中核とする再建師団であったから、 ドイツの動員力はこの頃一つの限界に突き当たったと言えよう。戦時経済もこの頃を境に総力戦体制へと最後の傾斜を始める。1941年の6月にドイツは当初の予定から1ヶ月遅れて対ソ連進行作戦、バルバロッサ作戦を開始する。ソビエトは当時のドイツ戦車を圧倒できる T-34 戦車やキロボルト -1、 重戦車をすでに保有していたが、組織、運用面の問題が海戦で一気に露呈し、ドイツに除戦の快進撃を許した。しかし広大なソビエトに散在する戦略目標軍は、ドイツ首脳部を迷わせ、秋の雨がもたらす泥、そして冬将軍がドイツ軍の足を止めるまでに、ドイツはモスクワとレニングラードのいずれも奪取することができなかった。 1942年、ソビエトの春季攻勢が挫折すると、ドイツは南方で急進撃し、スターリングラードを攻撃するとともに、コーカサス方面に戦線を広げた。しかし伸び切った戦線を支えるだけの兵力は、すでになく、旧式装備のルーマニア軍が強襲を受け、ドイツは第6軍を中心とする30万人の兵士を包囲され、失った。 少し時間を遡って1941年2月12日、エジプトに侵攻し、大規模な敗北を迎えたイタリア軍の救援のため、エルヴィン・ロンメル中将を指揮官とした、ドイツ・アフリカ軍団をリビアに送った。ロンメルは、怒涛の進撃で戦線を押し戻していった。その後イギリス軍は、圧倒的物量で敵を押し潰す、バトルアクス作戦及び、クルセーダー作戦を実行し物量に劣る。 ドイツ・イタリア軍を押し戻していく。連合軍は暗号解読の努力を地中海に集中し、海路の補給を妨害するとともに、豊富な補給で巻き返しを図った。1942年のエルアラメイン戦を境に、ドイツ軍はここでも、隊長を迎えた。国内のために、政治的な勝利を欲していたヒトラーは、東部戦線の都市粒である、クルスク攻撃を企画する。 この際の作戦で、サイツラー参謀総長、クリューゲ元帥の主張が通り、クデリアン将軍やマンシュタイン元帥の提案はあまり考慮されず、ドイツ軍は強大な防御陣地を築いたソ連軍と戦わざるを得なかった。戦力不足ながらもティーガー戦車によるパンツァーガイル戦法などで奮戦した。しかし結果的には大きな戦果を上げたものの、自軍もまた甚大な損害を受け、 ほとんど前進できないまま撤退する結果となる。クルスクの戦いで戦力が激減したドイツ東方軍に対しソ連は圧倒的な物量で反撃に出た。その戦力差はドイツ軍3個軍集団に対しソ連軍8個方面軍というまさに圧倒的な差であった。ソ連の反撃は長期間にわたり、レニングラード、ハリコフ、キエフなどの重要な都市及び、 軍事拠点は次々に奪還された。すでに、ドイツ東方軍に組織的な機動防御力はなく、マンシュタイン元水は全面撤退を要求するが、ヒトラーは蓄次撤退しか認めず、クリミア半島の軍には死死命令を発令した。後退するドイツ軍にとって、天然の防衛線として移ったのは、父なるドニエプル川である。1943年末には、ソビエトは、 キエフ付近でわずかにドニエップル異星の地を噛み取っていたに過ぎなかった。ソビエトはまず南方で攻勢に移り、春までにはウクライナの大部分を奪回してルーマニア国境を越えた。ヒトラーは敗戦の責任をマンシュタイン南方軍集団司令官に押し付け、1944年3月に罷免した。春の泥の季節を迎えた時、 ドイツ中央軍集団の戦線は不気味な都市粒となっていたが、それに対応して何かをする力はもうドイツにはなかった。対応すべき別のものが西方に迫っていたからである。1942年11月、統治作戦によりアルジェに連合軍が上陸しフランス領中二ジアを脅かしたため、アフリカ軍団はエルアラメインを引き払って長い退却業を開始し、 リビアを放棄してチュニジアを確保した。一時は連合軍に大損害を与えて攻勢を頓挫させたものの1943年5月にはチュニジアの全部隊が降伏する事態となった。連合軍はこれに続いてハスキー作戦を発動しシシリートを制圧した。本土の一部たるシシリートを失ったイタリアではムッソリーニが失脚した。 連合軍は9月にイタリア本土に上陸を開始し、直後にイタリア政府は降伏したが、ドイツが直ちにイタリアを占領して、新政権をローマから追い、イタリア戦線が形成された。山勝ちのイタリア半島を橋から攻め上る格好となった連合軍は、ドイツ軍の粘り強い抵抗に前進速度を鈍らせた。特にローマ南方のグスタフラインと呼ばれる、 防衛線はなかなか突破できず、ローマ攻略を阻んだ。連合軍は、グスタフラインを迂回して、ローマの南方5 0キロのアンチオに上陸して、ローマ占領を目論んだ。ところが、上陸時の指揮官が、慎重すぎ、ドイツ軍に上陸地点を注意する余裕を与えてしまった。ドイツ軍は、長い消耗戦の末、1944年5月になってようやく、 アンツヨ法を妹グスタフラインを放棄したので、連合軍は1944年6月にローマ入場を果たすことができた。ドイツ陸軍は多くの日々をソビエト軍捕虜などから受け入れて、非戦闘任務に就かせたほか、志願者からなる不評や小作機兵を多数軍務につけた。徴兵年齢は引き下げられ、兵器機を投に過ぎた青年男子も動員されたが、 アメリカソビエトといった敵国との人口差はカバーできず、量的な劣勢は拭えなかった。消火器、戦車といった各種の兵器は、個々には性能で優れるものがあったが、ドイツはもはや生産能力と輸送能力を破壊され、戦局を転換させるほどの影響は持ち得なかった。1944年のバグラチオン作戦によって、ドイツ中央軍集団は崩壊し、北方のドイツ軍は、 リーガに取り残された。ルーマニアは1944年8月に数軸を離れ、ハンガリーは12月から首都を攻撃された。ドイツ軍は局地的にはソビエト軍に大損害を与えても繰り返される攻撃に対して受け身になるほかなかった。1944年6月のノルマンディ上陸作戦、8月のドラグーン作戦によってドイツは フランスの北と南に上陸を受け、連合軍の航空優勢下をドイツ国境まで退却した。早期決着を焦ったイギリス軍は一気にライン側を渡ろうと空挺作戦を仕掛け失敗し、バルジの戦いでは連合軍に予期せぬ損害を与えたものの、ドイツ陸軍は航空優勢を失って行動を制約され、個々の兵器や勝負隊指機関の熟達といった優位を生かせなかった。 ありがとうございます。